おはようございます。今日は小貝川、12月初旬、めちゃくちゃ朝寒いです。皆さん釣り人はいらっしゃいますね、こんな寒いのに。今日は小貝川とパイセンとスモールネオ、パイセンの得意な時期についてってみたパイセンシリーズでございます。パイセンはオンシーズンと言ってますからね、秘密のルアーで釣れるのかちょっとついてってみたいと思います。12月はパイセンシーズンですね。大丈夫ですか？年末1月中旬ぐらいまで難しいです。1月中旬超えれば大丈夫ですか？1月下旬、まあ日にもよりますけど、はいはい、2月入っちゃえばもう余裕ですか？マジで。この12月のね、苦戦する時期をどう乗り越えるか。2月と3月中旬ぐらいで相当取ったんで。マジですか？多分3桁いってますね。やばい、マジですか？マジですか、いいっすね、夢あるっすよね。これどうやってんすか？浅い方入れてこう引いてくるじゃないですか。基本的に浅い方入れて、はいはい、引っ張ってきて、はいはいはい、足元、はい、もうこの辺で食わせるイメージっていうか、はい、あくまで助走みたいな、食わせるのはもうあくまで自分からもう5メーター、はい、5メーター以内、物に当てて食うとかじゃない。おここ沖まで入っちゃってるんで、はい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 、足元で食わせたいんですけど、はい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 、綺麗に引けないというか、綺麗に引ける、はい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 、把握しなきゃいけなかった。その作業が大変。いやー難しいな。まだ手元に小当たりが来る時が多いんで、多分もう手元に来るやつだけ取ってれば、うん、そうっすね、それだったらなんとなくわかるっす、はい、もう本当に1月、はい、もうさっき言った年末を1月の中旬ぐらいまでは、はい、バイトが分かんない、だからもう糸見るとか、はい、風が強いと無理なんで。無理っすよね。もうそういう時はもう諦めて、はい、割り切っちゃって手元に来るじゃん、はい、はい、はい、多分取り逃してるバイトは結構ある。うん、無事、無事ですけど、ほら面白いですね。あ、この厳しい時にやっとくと、はい、3月でやばい。あ、絶対やばい、はい、祭り自体は魚が見てないんで、うん、もう超新鮮。うん、止めてる時にガン、スモールはそうです。いや釣れっといいな、これ釣りやったらみんな全員釣れてるみたい。いや、やばいな。いや、やろうかな、ちょっと見ながらパイセンの裏でちょっとじっくり見ようかな。そんな甘くないと思うんですけどね。あ、かけた。うざ。マジっすか、でかかったっすか、マジ。え、すげえ、マジで、うっそー。まあしょうがないですね。マジっすか、はい。え、どこっすか、手前っすか、足元っすか。かけたの足元っすか、一番、あー、外側っすか。いや、いきなしだって竿しなってんすもん。いや、でも魚いんの分かって安心しました。やっぱ手前っすね。あー、すげえな。いや、めっちゃへこんでんじゃないですか。いや、分かってはいるんですけどね。いや、パイセン今日動画魚ないっすよ、パイセン。当たりめっちゃ分かりづらいですか？今のは分かりづらかった、はい、みたいな、ね、抑え込むような。あ、いや、そんなの分かんねえっすよ。手元には来なかったっす。マジですか、はい、糸見てて、はい、なんかポワンって跳ねたんですよ、最初は、はい、あれと思ったら、でちょっと糸張ったら、もうそこでグッて重くなる。ああ。多分そこで遅いんですよ。糸が跳ねた時点で合わせないと、はい、おー、いやー難しいな、難易度高いなそれ。でも手元にもちゃんと来るもんね。うん、ガンって来る時もあれば、ツッて当たりが本当にトンって触っただけみたいな。めっちゃ敏感っすね。いや、取れますよ、取れます、それは慣れちゃえば取れます。今のでちょっとやる気出ましたわ。魚いました。
おっしゃおっしゃやったいやめちゃくちゃ分かりづらかったっす。ありがとうございます。すいません、みんなで撮りましょう。すいません、ありがとうございます。助かります。うわ、いいサイズ。やべ、40超えてる。ありがとうございます。やったー、ありがとうございます。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 いった、超嬉しい。いやめちゃくちゃ嬉しいっすね。うわ、どんなんすか、トンですか。いや、トンじゃなかったっすね。ぐーって思った。ぐーってちょっとそれで横に動いてくれたんで、はい、めっちゃむずいっすね。そう、それを速速でガンと。うわー、うわー、超嬉しいっすね、これ。速攻合わせていきました。はい、速攻いきました。いやー、ほんと震えますね。いやー、ありがとうございます。いやー、マジ嬉しいっすね、これは。めちゃくちゃ嬉しいっすね。これで多分ハマるの。いやー、これはすごいわ。すごいでしょ。すごい。いやー、すごいわ、この威力は。すごいでしょ。はい、すごいですね。いや、すごいですよ、これは。マジですごいですね。お、42。おお。いやー、これは最高っすね。パイセンのおかげっすよ、これは。よかった。いや、最高、マジで。冬バス最高っすね。感動しますね。感動します、本当に。いやー、すーげービビりましたね、マジで。いやー、マジすげー、ありがとうございます。いや、マジこんなもう効くんだな。ありがとうございます。すごいっすね。いや、多分気づくの遅かったんですけど、あいつ離さないでいてくれたんで助かりました。半端ないわ、これは。パイセンリーグ。渡してその場で釣るってのがすごいですね。いや、これは本当パイセンのおかげですね。いや、震えますね。震えますね。あ震える一匹でしたね。今余韻ですよね。余韻ですね。いやー、ビビった、マジで。これ作った人すげえわ、マジで。すごいわ。そう、釣るまではこんなんで釣れるんかいって思う。本当っすね。いや、すげえな、これの力は。あれだけ熱く言った意味が。いや、わかるっすね。ちょっとは。これは熱くなるっすね。いや、すごいっすよ、マジで。いや、まあ、釣ってたのは見てたから、釣れるのは分かってたっすけど、いざかけるとすごいっすね。マジか。マジか。ちょっと今までのこう、概念が。あなたらの視界に入ってしまえば。入りゃ食うんすね。寄せる力はすごい。すごいっすね、マジで。しかも釣れないですから。すごいっすよね。すげえわ、マジで。ありがとうございます。パイセンパワーすげえわ、マジで。よっしゃ、やりました。よっしゃ、いや、取れたぞ。2匹目パイセンリグ。いやー、素晴らしい。いや、これマジやばいっすね。これやばいよ。こんなの年中これになりますよ。いや、これにマジ衝撃受けましたね。いや、冬魚に触れるってすげえいいっすよ。いや、本当そこがすごいっすよね、マジで。すげえわ。いや、本当前まで冬嫌いでしたからね。どうせ釣れねえって思ってたから。バス釣り過去一の衝撃かもしれないです。いや、でもやっぱずいぶん手前にいるんすね。やっぱ中にいんのか、これやばいっすね。クソ寒い中で1本でかいのかかったら最高っすね。マジ痺れますね。
いや魚触れたよ。おお、マジっすか。おい、おラジチビ釣れました。こっちの方もさっきも当たりきて、こっちの方もいる気がする。師匠が釣れずに師匠泣かせですね。わやっぱすごいな。でも短時間に4バイトはあるわけですからね。すごいっすよね。それがすごいっすよね。すごいっすよね。12月っすよ。マジっすか。いやすごいっすよこいつは。うん、あそうなんですか。お取り寄せ。もうあれなんかうわ怪しかったな今の。おいや魚だ。わあ。お離さないでくれてた。やべ入られた。あ大丈夫です大丈夫です。はい、キューキュー言ってる。やべ、いや今のはでもだいぶ遅かったっすね。だいぶ遅かったっす。はい、よいしょ。あーあーやったー。でも今のはもうちゃんとバイトが分かってるから。いやでもすげえなんとなくっすよ。いやこれかーみたいな感じでしたね。いやもぞもぞされちゃったから分かりづらかったっすね。やったー、やりました。やばいことパイセンの、いやパイセンやばいっすねこの冬の連発は。やばい、3打数3安打だ。はい、すげえ、普通にすげえ。いやこのパイセンが作ったリグで師匠。いや師匠のリグは本当やばいっす。これはいやこれはすごいっすね。いやマジやばいよこれパイセンリグ。1日3本は夏でも自分あんまないですからね。半端ない。いや釣らしてもらった魚ですよこれは。そうっすね、もう冬だけでいいっすね。夏やめようかなって思ってます。ちょっと感動しますね。感動します、感動しますわこれは。あの夏からパイセンに言われて冬の方がやばいと、あの半信半疑の状態から、うん、なんとなく想像はしてたっすね。いやほんとこれ餌だな。餌ですかって言われたら餌ですって言おう。餌ですよねこれ。いやさっきみたいな違和感で合わしてんすもんね。すごいっすね。はい、いや俺多分2テンポぐらい遅いっすね。よっしゃー、よーし。いやこいつマジ分かんなかったっす。いやーいやーこれはこれはやばいですね。いやこれ多分場所っす、場所っす、場所っす、多分こっちっすね。いやー奇跡の4連発。いやだいぶ深いなこいつ。いや遅かったんだやっぱ。あーすげえ深いっすもん。やべえ丸飲みに近いっす。はい、下がってない。あいや本当っすね、やばいな。いやあの違和感は分かんないっすわ。いや色っすかね、餌っすよ。すごいっすね、ちょっとビビってます。いやマジで革命っすよこれ。富裕層に売りましょう100個単位で。いや12月に4匹は初めてです。やばいでしょ。いややばいっすよ。もう竿踏んなくていいぐらいっす。
いやーすごいっす、これは尊敬しますよ、これ作ったのは。いやー冬って釣れるんだ、これは感動っすよマジで。あとはパイセンがでかいの釣るだけです。俺素晴らしいカメラアングルで待ってるんで。もうホールで食うとか考えなくていい。はい、あーそっか、流れも弱いところで。はいはい、あーはいはいはい、ボトムでアクションさせた時に、はい、ブレーキかかるよ。はい、いやマニアックすぎますね、うん、すぎますよちょっと、うん、毎年 の、 あの冬のワンシーズン分の魚釣りましたね今日でワンシーズン分釣れました今日。やりました。よいしょ。いやー最高っすね。なんかようやく糸見るのあれがなんとなくわかりました。はい。変な動きするのが、はい。これはハマっちゃいますね。いやビビりますよ。嘘つくなって言われますお前嘘つくんじゃねえっていやそんなこと聞いたことないがな。ほんとパイセンぐらいですよそんなこと言ってる人冬に爆発するとか。落ちパグでしたね今。危ね。いやー素晴らしい。いやー素晴らしい。紙ルアーだマジで。いや紙ってますよこれは。ああ。いや本当っすね、これ出会いなかったらこうなってないですから。素晴らしいっすこれは。まあでもこんぐらいだったら入ってられますね。うん、でも時間経てば結構来んのかやばいっすよね。やばいっすね、マジっすか。朝何時から入ってんすか2月。今年は早いと7時とか。はい。でももう人いました。あ、マジっすか。ええー。3月なんか何時に来ればいいか分かんない。はい。ええー。あ、激込みなんすか。すごいっすね。ええー。マジっすか。あっちで取れなかったらとかね。うん。今日。いや、パイセンのこういう日あんまないっすからね、今まで。いや全部釣り切ってきてますからね。いやいいタイミングにいいとこ入れました本当今日。いやハマるとああなるってことですよね。うん、それがすごいっすよやっぱり。もっともっともっとやばい。本当にどん底でハマっちゃってたら。はい、あれ以上ってことですよね。普通じゃありえないっていうか。どうでしょうかパイセンの5行は。5行パイセンはどうでしょうか。甘くないっすね。
いやもう冬はこれしかできないっすよ。いやー、5行も釣りてえなー。いや、よくこれで当たり取ってますねこっちの方がめっちゃ難しいっすよ。めっちゃむずいっすよこれ。はい、あ、これドリフト中に当たってんすか。うん、はい、あ、え、嘘嘘マジマジ、お、スモールだ、マジか取り返した取り返したおお、マジすげえ、説明中に釣ったお、いいっすね、マジか、お、マジでめっちゃいいとこ使ってます、ね、うわ、ほんとだ、やばい、そうです、ね、サイズはまあちょっととりあえず、いや、冬はサイズじゃないっすね、30ちょいぐらいですけどね、さすが、いや、安心した、坊主覚悟しちゃった安心したよ、来てよかった、お、でもいい魚、腹パンパンっすね、腹パンパン、うん、腹パンパンだそいつ、うわぁ、五行で取り返した、配線が、お、いいっすか、お、夕日に当たって、ありがとうございました、お、いいな、お、しっかり、さすが、やっぱりやってくれたやってくれたやった、いや、これは価値ありますね、さすが、めっちゃなんかすげえ綺麗な色っすけど、それね、ねえ、すごい、はい、寒さにやられてないよ、ああ、まだ大丈夫なんですね、すげえ、いい日なんですね、いやすげえ、やりました、パイセンが5行で取り返したさすがだわ、さすがだわ